ゆっくりしていってね。皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回使うのは ER 明智光秀、決意の銃弾。初心に帰ってスタンダードな5枚型を組んできました。最近は補完枠としての採用が多い光秀だが、何の、主役としてもバリバリ現役です。お相手は SR 陸村、火炎の大号令、そして私は勝てば昇格です。セガさん、この表示いらないですって。余計緊張しちゃうでしょうが。衝突はこのまま、舞うように。ひらりと優雅にかわすまで。はっきり言います。大火炎は光秀側が有利です。ほほう、大層な自信で対戦よろしくお願いします。大火炎というか低速中速号令は基本的に有利です。環境に多いところだと光量とかは割と得意かな。環境に多いデッキに強気でいけるのはグッドだな。となると逆に苦手なデッキは足の速いデッキですよね。騎馬隊や超絶騎馬はもちろん、環境に多いところだと吉宗なんかも対処に困ります。吉宗単体ならなんとか裁けても、その後を実名で押し込まれたりすると絶望だよな。まあそうならないように立ち回れと言われたらそれまでなんですが、まああれだ、有利不利が分かってるってのは悪いことばっかりじゃない。はい、有利な相手とのマッチをしっかりと取れる強気、これも対戦ゲームにおいては重要なことと思います。落ちろ陸村。私が倒れては。ただ火炎に関してはフルコンジッという側面もあり、体勢の整わないまま食らってしまうと目も当てられない事態になります。相性に有利に頼ってると痛い目に遭うぞってことな。はい、なのでまず開幕では策を守っていきたいですね。これがあるのとないのとじゃ終盤での守りに運命の差が出ます。幸いお相手はそこまで策破壊に積極的じゃないので、割と楽に守ることができました。まあこうくらいはもらっておくか。騎兵も2枚あったしな。では最後に余毛指名を射撃で落として、開幕は終了ですね。結果はご覧の通り。では序盤の攻防が始まるまで加速します。お相手の守りは尊敬かときまさだよな。はい、どちらも決意の銃弾で上を取れる契約ですが、なるべく色差は抑えていきたいんですよね。終盤で火炎を食らうことを考えると、それまでに最低でも月銃は確保しておきたいな。で、色差が欲しいのはお相手も同じで、おそらく色の安いときまさでさばいてくると思うんです。ときまさの妨害は三浦のカゴで拒否できるぞ。はい、なので油断して部隊を固めていたところ、やったもん勝ちだ。先手を打たれちまったか。ちょっと待ちすぎちゃいましたね。もうちょっと悠長にしてくれると思ったんですが、まああれだけ固まってたらな。仕方ない、ここは決意の銃弾で我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。強攻以外は中高知力で固めているので、火炎ダメはそこまで痛くないです。流派でもカバーしておきましょう。知力なら先に上げておきたかったな。まあそう言わないで、できれば武力から上げたかったんです。さあここは何としても色差分の天下をと思っていたら、ここでまさかの契約通過。これはいい意味で予想外です。後の色差より目の前の戦闘を優先してくれたか。ここでリードを取れればこの後の戦闘がぐっと楽に。あれ、思ったのに押されてる。というかこっちが引いてんだよな。強攻が前に出れないからいつもの強気が出せねえ。ああ、光秀が死んじゃった。決意の銃弾を使ってて一番萎える瞬間です。一応陸村と差し違えてくれたけどな。せめて三浦だけでも逃げ切ってほしい。そしてなぜか真っ先に逃げていた強攻までダウン。秀吉が気力で殴ってってたな。強攻はこのデッキの大黒柱的存在で、その頼もしいボディにいつも助けてもらってるんですが、気力で殴られたらどうしようもないな。己陸村軍許すまじ。ひとまずここの守りを無難に済ませて、返しの攻めでリードを奪っていきましょう。白ダメなしはもちろん、これ以上の部隊落ちも避けたい。避けたいですよね。あ、避けたかったんですが、そうか、ここで三浦を縄文に出しちゃダメなのか。秀吉ダウンゼロ、もう指名がフリーに。当然ここから主将が間に合うはずもなく、なんなら三浦も追加で落ちそうなんですが、三浦、すまんがなんとか帰ってきてくれないか。あ、危ねえ、先人のおかげで助かった。いや全然助かってないけど。うおう、ここで2発は痛い痛すぎる。次の攻めで取り返せるのかな。秀吉さえ生きてれば時政も落とせて、返しの攻めがぐっと楽になったんだがな。うん、まあ言ってても仕方ない。とりあえず余毛指名を落として主将は終了。返しの攻めですが、秀吉は待たずにこのまま行きます。すまんが後から追いついてくれ。というかそんなに固まるとまた時政に怒られるぞ。別にいいもんね。さっきだって日系団体なら落ちたんだから、ほら秀吉もさっさと入って入って。というか次こそ三浦のカゴで拒否ればいいんじゃね。いや、その必要はありませんでした。戦うほどに強くなっていく。孫中坊の手腕を見せるぜ。なるほど、そっちできたか。お相手はどんどん先打ちしてきますね。できれば狙撃まで待ちたかったんですが、こうなれば待ったなし。決意の銃弾ぶっ放す。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。射撃先は陸村。残念ながら前段命中でも落ちません。狙撃で8発撃てればワンチャンと。どうかな。まあ狙撃はともかく8発に関しては決意の銃弾の使用上無理なんですけど、セガさん、なんとか8発に戻してもらえませんか。いや光秀は今も十分やれてるんでね、とか言っているうちに陸村粉砕。あとは指名を落とせば乱戦部隊は処理できますね。指揮所策さえなければ横耳も止まるのに。耳は全て陽光が受けてくれてますね。こうなったらもう工場部隊としては死んだも同然なので、一歩乱戦地に行って兵力を削りに行った方がいいと思います。槍を出せば秀吉の突撃も止まるしな。あ、強攻さん、
いや、よく頑張ってくれました。ちょうど決意も切れましたし、戻せる部隊は戻しましょう。いや、ここは一つ幅切りと再確で居座ると言うても。強行がいないからなしかな。ただそこまではしないにしても、密室で隣まさはもう戻せないので、居座ってとっとと死ぬなり射撃するなりした方が良かったかも。やばい、再起がないから主将が間に合わねえ。一応さっきの攻めではそれなりの戦果があったので、多少殴られても大丈夫ではありますが、急げ三浦、冬波軍の昇格はお前に託された。あ、なんか陸村が出てきましたね。ちょっと嫌な予感がします。そういや、お相手は火炎の大号令デッキだったな。忘れてた。全員まとめて、吹っ飛べやー。お相手と私の指揮消費は全く同じですが、紅葉が 1.5 コスト分多いです。まずい。ここで貯められたらどうやっても止まらん。使われないことを祈るしかありません。ひとまずお相手が動き出すまで素力で守ります。頼む。あとは乱戦だけで勝たせて。まあそういうわけにはいきませんよね。いや、でもここで才覚の現れということは、お相手は火炎を諦めましたね。これはむしろ強行。鉄砲コンビは待たずに号令体制。三浦の加護よ、冬波軍に力を。三浦の加護、君たちにも授けよ。やっぱここで打てる号令があると便利だよな。はい、特に三浦のカゴにはステルスもあるので妨害軸相手へのメタとしても機能します。本当は陣形内で打ちたいんだが、それ抜きでも採用できるニューノーズアップだな。彼がいるとデッキが締まりますね。さて、お相手の工場ソースも少しずつなくなってきました。幸運はもう入りませんし、陸村と地名の工場もまあ止まります。すいません、なんか始まりましたけど。それか、私も私のために、私の意志でお前を予防指名の猛竜格闘術サブミッション。猛竜サブミッションは超絶強化。武力と移動速度が上がり、乱戦した部隊を抱きついて離しません。一気でが捕まっちまったか。号令なんかに重ねられると非常に厄介なんですが、単体であれば彼女より強くなればいいだけの話。というわけで一気で返り討ちにしてやってくれ。そして陸村の工場だが、はい、実はこっそり成政の射撃作業に移って、陸村の工場ゲージを減らせずかなり焦っていたんですが、秀吉がカバーしてくれたな。助かった。お相手の戦機は再起でしたね。使うタイミングを逃したかな。あとは乱戦さえ外さなければ私の勝ち。というわけで試合終了まで加速します。ただここでうっかり乱戦を外して負けるとかもあるよな。ありますね。私がやってしまうのは言わずもがな。上位勢の戦いでもたまに見ます。たかが奥だけ、されど奥だけ、くれぐれも気をつけましょう。対戦ありがとうございました。100万億到達。もちろんまだまだ先は長いですが、プレートの色が変わるのはいつになっても嬉しいものですね。ご視聴ありがとうございました。